の英雄、エクストリームな男の入場であります。ガンガン行け！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、210ポンド、ザ・ブレイド、早手！頑張れ！赤コーナー、215ポンド、剣道カシハゼ！レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。ロープに振った、そのまま倒してまいります。裏4の字の体勢であります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。チキンウィングフェイスロックの体勢。掴んだ。かち上げ式で打ってまいります。グラウンドに持っていきます。跳ね降り式で決めてまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。アームブリーカーに取ります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスター、高速で投げてまいります。相手を挑発してまいります。掴みます。地獄突き、ソバットを放ちます。フロントからのキック、仮面の下にサブミッションのナイフを隠し持ちます。この剣道家臣、特に相手の隙を突き背後から一瞬で腕を決めてしまうビクトル式の腕師には、入ってしまえば最後、相手はギブアップするしかありません。張ります。行くのか、倒してまいります。ああ、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。そのまま泣き投げてまいります。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイク、腕を回します。腕を決めてまいります。ロープに逃れました。組み合います。逆に倒します。引き起こします。ロックアップ、コーナーに振って、
させません。そのまま膝を決めていきます。掴みます。喉元に打ち込んでまいります。金的攻撃、スタンディングを取らせます。腕をフックします。あっと、バックに回った。タイミングよく見てましたね。隙をつきましたよ。はい、カウンターつきましたね。エルボーで返します。腕を取ります。腕攻めに転じます。組みに行きます。返してまいります。引き起こす。動きに合わせた方がいいですね。はい、ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。抱き起こす。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。そのまま腕を決めていった。いけるか。さあ、がっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。立たせていく。ライニングネックブリーカードロップ。うまく切り返した。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。飛びついた。腕を取った。ガチッと組み合った。あっと、ネックブリーカードロップ。このポーズ。組み合った。容赦のない攻めだ。10分経過。10 minutes passed. トップロックからそのまま腕ひしぎに持っていった。すごい音がした。ガチッと組み合った。あー、いやらしい攻撃だ。させません。リングに戻ります。いけるか。あっと、倒していった。スリーパー落とすのか。ロープブレイク。腕をフックした。あー、危ないですよ。スイートグラッカーか。起こした。飛びついての腕ひしぎ逆十字。返していった。
いけるか。ロープに振った。バックに回ったスリーパー。腕を取った。腕を殺していった。腰に手を回した。背後から飛びついて腕しい逆十字。ここでロープブレイク。張った。蹴っていった。腕を取った。腕折りに持っていった。バックに回った。あっとスクールボーイで丸める。カウント 2.89。 重体音バズーカー。ガチッと組み合った。飛びつき式の嬉しい逆十字。